せよ。韓国の今をお伝えするコリエンター TV のカハと金山でございます。うん、ラジオだよ。コリエンターラジオ始まります。はい、よろしくお願いします。よろしくお願いします。ですね、前回までのコリエンタラジオは、うん、第4回目までかな、はい、イテウォンの、ね、事故の前に収録したものがあったので、うんうん、ちょっとそれを、公開をしましたが、はい、本日からは11月に入っておりますので、はい、まあ、事故の後に、ね、収録をしております、うん、はい、まあ、ちょっとそのあたり少しね、今状況がどうなのかぐらいはお話ししなきゃなとは思いながら、うん、まあ、あんまり事細かにっていうのもね、もうちょっとたくさん、まあ、ニュースもずっと見てますけども、うん、ね、こうフラッシュバックみたいなのがね、うん、起きる人もいたりするので、うん、まあ、でもあれですね、まあ、犯人探しっぽい感じのこともされつつ、当日の警察の対応、まあ、その警察の対応といっても、うん、報告が遅れたとか、うん、11件110番、日本では110番、うん、韓国では112番なんですけど、はい、通報が入ったのに4件しか出動しなかったとか、はい、いろいろ言われてますけども、なんか人が足りないとかね、もともとあったみたいですね、うんうんうん、だから増員してくれっていうようなことの依頼とか、うん、ね、あと何でしたっけ、機動隊を配置してくれ、うん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 、っていうような予防があったんだけど、結局ね、上の方が、うん、ね、まあ、内部でなんていうんですか、うん、なんていうのか、メッセンジャーみたいなのでやり取りができるのがあるんでしょ、うんうんうん、でそれに、こうメッセージ残したんだけども、うん、返事がなかった、返事がなかったとか、うん、いうのも、それがなぜそうなったのかっていうのはちょっとね、うん、そこまでちょっとどうなのかわからないんですけど、まあ、そういう不手際があったっていうのは、ね、今取り上げられていて、どこに責任があるんだとかなってますけども、うん、まあ、はい、ね、そういう報告ラインもうまくいってないとか、今いろいろ出てますけども、これはあれですよね、うん、まあ、原因究明はやはりしっかりをして、うん、で今後二度とこのようなことが起きないように、うん、するというのはきちっとやらなければいけないので、原因はこうだ、犯人は こいつだって、なんていうんですか、その罰すればいい、罰すればいいみたいなので、うんうん、ちゃんちゃんと終わりにはなる話ではないので、ね、はいはい、今後を生かすためにね、はい、同じような事故が起こらないように対策もちゃんと考えてほしいところですね。そうですね、うん、まあ、そんな感じで、はい、はい、紅葉の季節になってきましたけども、はい、もう綺麗に染まってますね。そうですよね、イチョウはね、うん、もう本当にみんなこう服を着替えて、うん、緑の服から黄色い服にね、うん、着替えたと思ったらもう今散り始めちゃってね、ほとんどね、うん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 、結構ね、お掃除する人も大変で、うんうん、場所によってですよね。また緑のところが残ってるところもあれば、もう黄色くてもうほぼ落ちたっていうところもあれば、ね、それぞれですね。そうですね、あと南山タワーの近くの南山も綺麗に染まってますね。ああ、そうですよね、うん、そう、あそこは紅葉が綺麗だということでも有名ですからね、うん、はい、お散歩するにはちょうどいいところだと思います。あと気温がね、うん、だいぶ下がってきて、今日ギリギリ、氷点下にならなかったのかな、ソウルは、うんうんうん、1. 何度みたいなこと言ってましたね、うんうん、はい、だいぶ寒くなってきたので、寒かった、はい、韓国いらっしゃる方は暖かい格好が今週からは必要ですよね、うん、はい、はい、どうでしょう、どうでしょうまあね、そのね、イテウォン事故の件からやっぱり現地にいたり、私は現場にいたりもしたので、うんうん、なかなか、はいはい、こうわーっと笑うような感じのことがなかなかできないっていうのが、まだ戻ってないですよね、感情的に。そうそうそう、うん、なんかね、自粛しようってわけじゃないんですよ、うんうん、自分の中でこうね、そういうことは不謹慎だからやらないようにしようみたいなことをわざとしてるわけじゃないんですけど、うん、私は何者だ、何なんだ、母さん止めてくれみたいな、ね、ネタ的なことをさ、うん、頭の中でうまくね、今適当にアドリブでやりましたけど、うんうんうん、
別にね大して面白いことが言えるような感じではないんですよね。まあまあだからといって皆さんにねずっと暗いのもね、そうそう辛いです、うん、私たちもちょっとしばらく立ち直れません、うん、みたいなことをずっと言っててもね、ねしょうがないから、しょうがないし、うん、そんなこと言うぐらいだったらコリエンタラジオやらないでちょっとしばらくお休みしましょうって感じだった。お休みって言おうとしたらお休みや、うんうん、お休みしますってした方がいいぐらいだと思うんですけどね、うんうん、徐々に徐々にね日常に戻るように努力はした方がいいのかなですね、うん、そうですね。でまあなんか私たち、うん、何ですかこの日常の話をこうしようと思ってもそんな事件がね前回の収録以降、そういうのを挟んでるのでなかなかこうエピソードといってもねなかなかポンといろいろ事前にこう用意しようとかっていう風な雰囲気でもね、うん、ないので、うん、ここで頼るべきは皆様からいただいたあの投稿のコーナーの ね、うん、たくさんいただいてるので、はい、このままだと到底全部は紹介できない、まあ、全部は本当にご紹介できないとは思うんですけども、はい、少しずつですね紹介をしていければなと思っておりますので、はい、ちょっと投稿のコーナー、はい、ありがとうございます。皆さん投稿、この動画の説明欄に、はい、こちらから投稿してくださいっていう風なリンクを貼っておきますので、うん、そこから皆さん韓国関連のエピソードをぜひぜひ送ってください。質問でもいいですよ、はい、ご相談でもいいですよ、はい、私どうも最近背が縮んだようですけども、うん、何が原因でしょうかみたいな相談でも構わないので年じゃない年ですねって私も2センチぐらい2センチぐらい縮んでた。そうなんですよ、私も1センチぐらい縮んでるんで、あれ背骨でいうと骨と骨の間に軟骨があったりするじゃないですか、うんうん、あれ潰れていくんですよ ね、薄くなっていくとすり減っていくというか言われるじゃないですか、うんうん、それで本当に縮むみたいですよ、はい、だけど朝と夜とまたちょっと違うらしいよね。寝てるとちょっと伸びるんだって。そう、だから朝一で測った方が一番ちょっとでもね多くなるんだって。起きて、うん、二足歩行でなんていうんですか、そうそう活動してると、うん、重力で、うん、少しずつ、そうなんだ、そんなことあるんですね、うん、あとストレッチとかね、ストレッチをするとか、うん、ああなるほどね、うん、そしたらあれですね、健康診断とか行って身長測る前まで寝てればいいんですね。寝て横たわって移動しながらパッと起きて測ってもそんなことは想像してもジェル頭おかしい0.5 センチとか差しかないよ。1ミリとかね、そうそうそう2ミリとかね、そのために何ですかね、力士の身長検査じゃないんですかねお相撲さんとなるためには身長基準があるんですよ、うんうん、何センチ以上じゃないとか、うんうん、韓国の軍隊もあるでしょ。あ、軍隊あるよ、ね、兵役もね、兵役でやるときもその、うん、本当に陸軍とか行くためには何センチ以上とか、うんうん、以上とかあと体重が何キロ未満とか、うんうん、あって一生懸命太ったりする人、一生懸命痩せたりする人いますよね。いるいる、ね、誰かとはあんま言わない方がいいですよ、うんうんうん、今頭浮かんだかもしれないけど、あでも結構いるよいるよね、うんうん、そうそうそうなんです。そういう風な、でも一生懸命ダイエットしてガリガリになってね、うん、っていうのばっかパターンもあるからね。ね、うん、そう。あと視力が悪かったりとか。視力が悪いとかもあるしね。うん、そうで、そうそうだ、身長そんなようななんだ相談ね。相談でもいいですので。さっきの力士の人が寝っ転がったままいきなり身長検査するときにバッて立ち上がって。ね、面白い、なんか想像しちゃって移動をベッドに乗せたままそうそうコロ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 して何なんだね君はってなるよね。何しに来たの、うん、ってはい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 、投稿のコーナーで、うん、まあちょっと一つずっと順番に紹介したりちょっと飛んだりしたんですけど、うん、これもう もう結構前ですね、うん、本当に投稿初日にしてくれたんですね。あ、初日だね。ですよね、うん、25あたりの人はね、うんうんうん、サオリンクさん、うん、ちょっといくつかいただいてるんですけども、はい、短いの、はい、ちょっとね、ティーマニーカードがなかった頃の話ですと、うん、ティーマニーカードは交通カードですよ ね、日本でスイカとかイコカとかそのね、パスモとかそういう系のやつですね、うんうんはい、初めて行った時1996年、3回に1回自動改札に券が飲み込まれ、言葉も分からずジェスチャーで開けてくれをアピールしまくり、
ホテル近くの駅で見かねた駅員さんがご老人等が使うものの優待券をいっぱいくれました。今でも数枚持ってます。まだ持ってらっしゃるんですね。え、何年前なんだろう。26年前とかですよ。それもう使えないね。使えない ね、今はタッチ、ないからね、タッチに全部変わったからね、そうそう、タッチ式だから、日本みたいに切符を買って紙 の、あの投入する投入口が今、韓国の地下鉄っていうかないですよね、もうなくなった、なくなりました、昔はあったけどね。そうそう、みんなタッチ式のやつを1回用でも、保証金を550円とかね、500本、50円ぐらい預けて、買って、でカード使って、で電車乗って出てた後に、なんていうんですか、返金機みたいなのが、ありますね、で500ウォン戻ってくるみたいな、それやるんだったらやっぱりみんな T マニーカードを買っとこうよとかなりますよね、なるあとはクレジットカードにその機能がついてるっていうパターンが多いかな、そうそうそう、で後払いになるよね、サオリンクさん26年前の1996年の26年前のカードを持っててどうするんですかね。あ、そうか、合ってるよね、2022年だからね、うわ結構昔から行ってます ね、私も初めて行ったのは2005年なので、韓国に来たのが、私は韓国に来たのは1981年です。チョンジュでということですね、なのでまあT マニーカードじゃなくて、今ほらあのハングルノート加藤さんが動画でワウパスね、あのワウパスっていう便利なカードがあるので、ワウパスというのはですね、まあ駅とか空港でも買えるのかな、都内で、ソウル駅だったり、ソウル駅とかミョンドンとか、あの市内でそういう券売機みたいなのがあるんでしょ、あとチャージする機械、でそれがあるとクレジットカード機能プラス交通系の機能、カード機能が両方ついてて、コンビニでお買い物するときはクレジットカード機能の方を使って、電車乗るときは、あの交通カード、スイカみたいなのを使うと、で、チャージも別々にするんですよね、要するにチップが2つあると、クレジットカードだと金色の四角いチップが表面についてるじゃないですか、あれは接触式なんですよね、カードを挿して機械に、その接触したところにある情報を読み取って、決済をすると、で交通系のカードの場合はカードの中に、非接触型の反応するチップがあって、チップが入ってるのかな、でもそうだよね、そうだよね、非接触式の、だ接触式と非接触式で、クレジットとカードと交通系カードの分かれるので、それぞれ別々にチャージをして使うっていうような感じで、そのあたりあのハングルノート加藤さんが動画で詳しくご紹介してるので、皆さんよろしかったらご覧になってください、本当韓国に旅行に来る方はね、便利だと思います、便利だと思います、たまにワウパス使ってますかって聞かれるんですけれども、それは観光客向けのものなので、私たちは普通の韓国のクレジットカードを主に使ってます、外国人でもですね、私のようにビザがあって、韓国の銀行で口座を作れる人、持ってる人は、韓国のクレジットカードを結構日本よりももうその場で、その場ではないか、2、3日後とかにね、すぐ発給、発行してくれるので、2、3日でつくので、みんな持ってるんですよ、外国人も、長期ビザが持ってる方ですよね、そう、長期ビザある人はね、そうなので、観光客向けであるんですけども、一度作っておけば、もうそのワイパスがなくならない限りはね、ずっと使えるだろうし、使える、あといいのが、両替しなくても日本円でチャージすることができて、そのレートも良いらしいので、わざわざそのね、両替しに両替所に行かなくてもいいっていうことですよね。ですね、ですね。だからといってワウパス公的なあれじゃないんでしょ。普通のどっかの企業が作ったサービスなんじゃないの。いや、そこまでは分からない。だからあれでしょ。ワウパスじゃなくても似たようなやつは多分他にも多分ありますよね。だけど使いやすいのでワウパスをおすすめですよっていうことですね。
でした。ティーマニーカードの話からちょっといろいろ出てきたので、はい、サリンクさんありがとうございました。ありがとうございます。あとはですね、ちょっと前回読みたかったけど読めなかったのをちょっとここでご紹介しておくと、うん、はい、ガッキーさんからの、はい、投稿です。留学中の娘と初日に金浦空港で待ち合わせて、ああ娘さんが韓国に留学していて、うんうん、お母さんなのかな、ガキーさんが、そうです ね、 ね、あの金浦、日本から金浦空港に着いたと、はい、で、あ金浦空港で待ち合わせて、でもそうですよねきっとね、うん、金浦空港から釜山まで行かれたんですね、行ったと、はい、釜山に行きましたと、うん、2泊してソウルに戻る日、バスから電車に乗り換えようと降りた時、バスの席に携帯電話を忘れてきてしまいました。あらま、加賀さんもやりましたよくやりました、撮影よくやりました過去、よくやりました、過去、ね、あ、じゃあ、 コリエンタ TV のライブで、うん、なくした、なんだ、バスで iPhone を置いてそのまま降りたっていう経験は、うんうん、はい、初めての経験ではあります。初めての経験ではないんですねババーン、衝撃の事実が私の耳に、左耳から入って右耳に抜けずに頭の中でぐるぐるしていますババーン、何の話でしたっけはい、ガッキーさんの話ですね、はい、バスの席に携帯電話を忘れてきてしまいました、うん、電車のホームで気づいて、バス会社に娘が電話をして、うん、1時間後に連絡をくれるというので、とりあえず飛行機の便を1本送らせてから、あ、だからあれか、飛行機で金浦に戻る時だったってことですかね、釜山、え、ちょっと待ってくださいよ、そういうことですよね、ソウル市内、釜山に行ってソウルに戻る日だから、うんうん、釜山からソウルに戻る日ですね、うんうん、それを飛行機で戻ろうとしたってことですよね、もしくは帰国便、日本に帰国する便かもしれません。2泊してソウルに戻る日の話なんで、うんうん、はい、バスから電車に乗り換えようとした時、バスの席に、だから2泊してソウルに戻る日だから、釜山からソウルに戻る日の話ですね、うん、だから国内線で釜山から金浦空港に戻る便を1本送らせて、でも PCR 検査を受けて商用を済ませていたら、バス会社から連絡があり携帯電話ありましたのこと、これはどういうふうに、だから日本に帰国する日の話じゃないですか、なんですかね、うん、東京、釜山からソウルまで来て、釜山から、ソウルから日本に帰国する日の話じゃないですかね。あ、でも PCR 検査を受けてたから、でもそうですよね、うん、8月国内線で PCR は多分ないと思うので、うんうん、バス会社から連絡があり携帯電話ありましたとのこと、うん、めちゃくちゃ嬉しかったです。早速娘とタクシーに乗ってバス車庫まで行き、事務所にて無事にもらいましたと。これ私が取りに行ったパターンと一緒ですよ ね、うん、ね、バスの車庫取りに行ったんでね、うん、すぐさま空港に向かいちゃんと乗れました。せっかく朝から動いてゆっくりしようと思ったのにとぼやくくらいで、なんでちゃんと持ってないのと怒られなかったですと、娘に感謝しきれないです。まだまだありますがこの辺で終わります。ガッキーさんありがとうございましたこのエピソード思い出しました。なんでこれ読もうかと思ったっていうの、うん、そのカハさんが、はい、ライブで使った iPhone をね、うん、横の席に置いて降りちゃったと、うん、で連絡が来て、うん、とりあえず何番のバス乗ったか覚えてるから、うん、ちょっと電話して確認してなんていうふうに言ったら、うん、運転手さんが、うんうん、に連絡取れたのか、あ、連絡取れて、あったにはあったんだったっけ、まずはバスの車高の人から確認取るからちょっと待っててくれって言われて、はい、それで、でも待てられないからずっと電話、撮影用のカメラの携帯にずっと電話かけてたら出てくれたんですよ。そうだそうだ、うん、そうだそうだ、で結局バスに、うんうん、忘れてったのは運転手さんが気づいて、うん、運転手さんが預かってくれて、うん、で事務所のに預けたと、うんうん、そしたら事務所の方でずっとなんか電話が鳴ってるかなんかの、うん、バスの中で、ね、バスの中だったんだ、うんうん、ああなるほどなるほど、あれでも電話通知オフにしてるのによくあれだね、でもずっと鳴ったからじゃない、そうなのかな、うん、多分画面では出たのかもしれないね、うん、画面がずっと出てたから、うん、私も何十回もかけてたから、あでもそう なったんだね、うんうん、であとなんか鳴らしたんじゃない、探すって、あそうそうそれだそれだ、うん、iPhone を探すのボタンを
パソコンの方で押したら向こうでアラームが鳴るんだよね、うんうんうん、そう、うん、それで気づいてなんか鳴ってるって言って、うんうんうん、電話の通知はここに上に出てくるから、うんうんうん、それで出てくれたんだ。そうそうそう、うん、そのなんか複合技だった確か、うん、通知は鳴らないはずなんで、うん、そうそう、ただ画面がにはね、うん、電話が来てるっていう、うん、その通知が来るだけです、うんうん、そうでしたそうでした。で事務所まで私がこう仕事をして取りに行って電車乗って電車とタクシーだったのかな、うん、行って、ね、車高がねソウルじゃなかったんですよ。ナミャンジュ市って言ってソウルからキョンギドですよ、キョンギド。そうそう、離れてキョンギドの端っこ、往復2時間です、うん、往復2時間ご飯も食べる本当にそれ見た時に本当に申し訳ない気持ちやった、うん、やったっていう、うん、ちょっとがっかりプラス、 そう、その日ねちょっと言い訳をするとちょっと暑くて熱中症っぽい、そうそうそう、ぼーっとしてたっていうね、うん、そうそう、あれ暑かったからねあの日はね、うん、そうそうなんですよね。まあ熱中症じゃなくても加賀さんよく忘れるんで、熱中症だと余計にね、うん、あのねポッ集中力が、ね、うん、うっかりね、うん、ポカーンとしちゃったんでしょうね、うん、で、あ、そうそう、これであのそのエピソードともう一個、あのこれはライブの時にもねなんか笑い話になってましたけど、加賀、うん、さんがなんか生涯なくした携帯の数が何とかって言ってませんでしたっけ。あ、私13台ちょっと待って、数字聞こえない数字聞こえないです、もう一回もう一回、え、十数台韓国で日本も含めて いつからいつまでですか。あ、でも私が韓国でまず携帯を初めて所有したのが大学1年生からだから、まあ10代後半から、うんうん、20歳前後ぐらい、うんうん、まあ、20歳前後から、うん、今まで、今までっていうかそのいつまでですか、その日本に行く前ぐらいだとしてもいいですか。あ、でも今回の件まででしょ。あ、まあそう、まあ、うんうん、言ったらそう、それはそうだね、うんうんうん、バスのとかっていうのはね、うん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 、見つかった見つからないは関係なく、うん、外でなくした回数がなんか、うん、私13回だか18回だかなんか言ってませんでした。13回っていやなんかね、うん、言い合いになったんですよ家で、うん、母さんと、うん、でその母さんのその辺のなんか癖について、うん、あのひどくなってるって私が指摘したんですよ、うんうん、だから子供ができてしかも2人生まれてもうバタバタしてるから、うん、こうっていうのもあるっていうのは理解してるんだけども、うん、でも指摘しとかないとひどくなる一方じゃないですかそういうのってだから言ったらなんか言い合いになって、いや私ちょっとマシになってないみたいなことを言うから、うん、いや最近ひどくなってるよって言ったら、うんうん、え、私過去に携帯13回なくしてるけど今はそんななくさないみたいなわけのわかんない逆切れされてそんな話を俺初めて聞いたの、まずその衝撃なのは逆切れされた内容と逆切れされたこともそうだし、うん、その内容がその言い訳のね内容が、私若い頃携帯13回もなくしたのに今そんななくさないみたいな感じのこと言ってくるから、うんうん、初めて聞いたよそんなのと頭の中で、うんうん、13回も今まで昔なくしてたのと思ってなんか頭の中でマジで13回なくしてすげえな、俺何回なくしたかなんかこう、いや1回あの電車の中で寝ちゃってカバン持ってかれちゃって、あのいるじゃないですか、うん、悪い人に、うんうん、酔っ払って終点まで行っちゃったんですよ、あの仕事 の、うん、あのサラリーマンだった頃、まあ、あるでしょうね、うん、したらその仕事で使ってるカバン、まあ、中ほとんど入ってないんです、うんうん、そんなあの会社に置いてきちゃってるから、うんうん、でもその中に会社から貸与された、うん、あの仕事の時に使う電話、うん、携帯が入ってたの、うん、やばい、これはこの携帯なくすのはやばいと思って、うん、で駅の人に言っといたら、でもその日、次の日ね、だから、うん、あ、だからその、寝ちゃ夜終電寝ちゃったでしょ、うん、カバンないじゃないですか、うんうんうん、で、駅の人に、うん、あの言って、はい、したら次の日の朝にはもう連絡が来て、うん、カバンありましたよって言って、うん、携帯はで中にあったの。じゃあ なんで持っていったの。いや、なんかあると思ったんでしょ。だけど、まあ、入ってたのが、うん、財布はね自分の内ポケットに入ってるんです、うんうん、スーツの、うんうんうん、だけどカバンの中に商品券が入ってたの、うん、あ、商品券が取られた、多分1万円以上、うん、それは全部なくなった、うん、営業やってたんで、うん、あるんですよそういうリース会社から、うん、その期間にうち使ってくれると商品券3000円あげますみたいな、うんうん、
っていうので溜まってた商品券があって、うん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 、なんかの時ほら人にプレゼント買う時にその商品券でとか、うんうんうん、誰かに菓子折り持っていく時にその商品券でみたいな、あんまデパートで行かないじゃないですか、うんうんうん、で私はあんまりそんなデパート行ったりしないんで、うんうんうん、っていうので使ってた商品券多分1万円以上あったと思うんですけど、うん、まあ、下手したら何万円かあったかもしれないけど、うん、取られちゃったって、うん、でも被害はそれだけだった、うん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 、やっぱり携帯だとなんか追跡されたりとかする、だと逆に持ってっちゃうとね、うんうん、確かに、うん、そうそうじゃない、うんうん、そうそう、だからそれ1回だけかだなと思って、うん、そうだから13回ってすげえ、家の中でなくすのは別の話じゃないですか、うん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 、ああなくなったけどもあったみたいな、うんうんうん、それもほとんどないけど、まあすごいなと思って、うん、なんかのだからその反面別の才能があるんだろうなと思ってもう信じてますんでその反面の別の才能を生かしてください。はい、はい、頑張ります。はい、頑張ってください。いやなんか投稿助かりますね。うん、本当に助かります。自分たちで、うん、何ですか、うん、そういう話ひねり出さなきゃいけないってなかなか、もともと芸能人でもないし、うんうん、話屋さんでもないし話し家でもないし、うん、ね、芸人でもないんで、はい、難しいんですけど、そういったところを、ね、きっかけに足がかりにして、はい、なんとかちょっと楽しい話ができて、まあ、これ収録なんですけども収録し、うん、こうやってしてて笑うだけで気分転換になりますね。ありがとうございます。だいたい20分ちょっと目安にやってるんですけども、うん、もうねしばらくもう25分以上経ってきたので、はい、ここらで、お開きにしたいと思います。はい、今夜のコリエンタラジオいかがでしたでしょうか。はい、この後母さんから怒られないかなちょっと今不安なんですけどこの停止ボタンを押すの大丈夫かな、停止してからなんかどんがらがしたならないかなとかなんでその話をコリエンタラジオでするの。今度、ライブの時によく編集長の顔を見ててください。あざがないかどうかもうこうなったらあれじゃないですか、私マスクの下あたりにあざの化粧をするしかないじゃないですかもう血だらけになった顔に、まあ、バカなこと言ってないですね。はい、はい、この辺でお開きにしたいと思います。はい、このままね、はい、また月一応予定では月曜、うん、水曜金曜の夜9時に、はい、公開をしていく予定ですので今後ともよろしくお願いいたします。はい、はい、よろしくお願いします。皆さんの投稿お待ちしておりますのでぜひ投稿お願いします。あといいねと高評価チャンネル登録もよろしくお願いします。よろしくお願いいたします。はい、じゃあここら辺でお開きにしたいと思います。はい、何度言うんだって話ですけど、はい、じゃあまたお会いしましょう。アンニョン。